ここだけシャドウ様の目の先に、突如新宿からミドガルに転移してきた五条と宿儺が、新宿の延長でミドガルを舞台に全力で殺し合ってる三田シャドウ様にありそうなこと。なお、さすがに国がヤバいと感じたアイリスや七影も参戦して、なぜか向こうの世界から来た賢者も参戦する。に対するネットの反応を紹介します。アイリスどれだけ曇らせるんだ。そもそもあなたベアトリクスと街をほぼ無視して暴れてたじゃないすか。五条先生と宿儺が街を消すのと大差ないですよ。怖いって実質マコラとメロンパンと五条と宿儺様が暴れるとか地獄以外の何？イタドリファ？賢者宿儺ちょっとどこ行った？矢印、なおその頃、シャドウアイアムアトミック、五条領域展開無料空所、宿儺領域展開福間水氏。これぞまさしく人外魔境ってことやん。巻き添えになった市民や町？知らねえよ吹き飛べ。宿儺は頑張ればなんとかなる五条の存在が無謀すぎる。五条もあそこまで全力戦えて幸せだろうな。五条と宿儺とメロンパンとシャドウ以外誰も幸せになれんやん。さすがにシャドウもこれは影の実力者やめないとだな。町の破壊者になりたくて。あの世界もともと終わってるから町なんていくつ消し飛んでもいいですからね。宿儺と五条とシャドウでポケモン御三家みたいな相性になりそう。ただし次元山をやらかした宿儺様だと相性が無理やりにしてくる模様。五条と宿儺よりも下手したら無差別に呪霊ばらまく賢者の方が七影メンツ視点からしたらきつそう。味方陣営の上位格のお兄ちゃんですらメロンパンの呪力を宿した呪霊にリンチにされたら無理ってのは立証されてるし。ああわかる。あいつ渦巻き使わなくても何千体とかストックしてるし、なんなら無意天変持ってるせいでひどいことなりそうだ。シャドウ様は七影とアイリス王女が切り刻まれる瞬間にリカバリーしてそれっぽいこと言って逃してから楽しみそう。五条は見逃してくれそうだけど宿儺がなあっぱれ無人で描写されてるけどなんだかんだで逃げたら切れてそいつを即殺しそうな性格だからそれやった瞬間に首どころか耳七みたいに全身細切れにして存在消しそう。シャドウも他人を再生はあるけど完全な無から再生はできないし。宿儺とシャドウって互いに技盗んで戦うから世界残とアトミックをどちらが先に当てるか勝負になりそう。シャドウじゃあな俺がいない時代に生まれただけのボンクとも。シャドウ危う？魔力の使いすぎのオーバーヒートやもろもろの積み重ねによる身体中の出血、五条派しっかり効いてるじゃねえか。七影が一番厄介なのはメロンパンよりマコラの方なんだよな。サトルとの戦闘、マコラの世界山と霧の竜の世界との契約による不死性から逆算してワールド、イズ、アトミックとか生み出しそう。シャドウ矢印ワールド、イズ、アトミック、宿儺矢印時空すら常時断絶する斬撃やマコーラとの同化、五条矢印灰になって閉じない領域や無差別の紫連打、賢者マジでどうなってんだ君ら。シャドウ様に領域展開できるようになってほしい。術式持ってないから無理だろ。本当に。そう思うか？術師の聖徳領域を具現化聖徳術式を付与で領域展開になるのでしどシャドウが術式を持っていない限りは無理かと、やるとしたら術式なしでもできる簡易領域の方がまだ可能性あるんじゃないか。七影の一番の天敵はマコーラは割とありそう。七影の戦闘方法が主にスライムと魔力を使ったものだからスライムソードに適応された瞬間、スライムに適応した瞬間、防御貫通して攻撃する可能性もあれば魔力に適応すれば魔力を伴う攻撃は全て無効みたいなクソみたいな適応されそうなのがヤバい。呪術でもよろず戦で触れたら即死の神宮にもともとのよろずの構築術式が素材はほぼ一つに流用されてるから無傷の適応済みでワンパンしてきたからヤバさがある。そもそも無意天変持ってる賢者がいるせいで防御虫の肉体改造されるかもだが。影実メンツで最初にやられるのは誰だろうな？個人的に性格面でデルタ。なんかアイリスとかベータは宿儺と五条見た瞬間勝てないって察して逃げそうな可能性あるけど、デルタは本能から逆にこいつ殺さないと死ぬって方向に行って消されそう。デルタはジョンの糸に簡単に拘束されてるから絡めてにはきつそうなんだよな。メロンパンやマコラ相手だとバカ正直にメロンパンに攻撃しようとしたら重力で潰されて五感や臓器ごと全身粉々にされるか、視覚から呪霊の大群にやられたところをゼロ距離の渦巻きかマコラにぶっ飛ばされたりしそう。シャドウに対しての有効打は宿儺が世界山で五条が無料空所かな？最初からシャドウは本気出さないし割と全員が全員に勝ち目あるだろうね。紫も効くんだよな。宿儺もなんとかかわせた上で全身ボロボロだけど普通当たったら存在消し飛ぶから。ならまあ風が使えるなら風がも効くだろうな。五条の無限、宿儺の無差別斬撃、メロンパンの存在とマコラとシャドウ。この5人以外まだこのステージは早すぎ問題なのに宿儺とメロンパンとマコラが皆殺しにする気満々なのがおもろい。ミドガルはもう終わりだ、一度さらちにして立て直す方向に気持ち切り替えていこう。
ディアボロス教団も下手すれば消し飛んでくれるから全てお礼にしてくれ。シャドウと五条と宿儺と賢者以外。シャドウ様はクソ強な上にギャグ補正すら持ち合わせてるのが無法だからな。無料空所矢印影の実力者が精神攻撃で倒れるなどあってはならないのだ。福間水矢印スライムスーツによる即席落下の女王からのラーニング領域で三つどもえぐらいはやってくれそう。シャドウは五条と宿儺でなんとか戦ってるの想像できるけど、七影とアイリスたちはおそらくメロンパンとマコーラ相手になるだろうけど間違いなく罪なんだよな。ただでさえ呪霊操術で数万数千くらいの大量の呪霊巻きながら、なぜかマコーラが暴れて重力で潰しながら無意転変してくるんだぜ。シャドウでも無意転変の改造を直すの無理というより人に戻せないから。無意転変は使えねえてか使えたら本編で聞くもに使わないわけがない。抽出してるから一応使えるんじゃない？まあ、人ほどうまく使えないから使わないだけで。高場に対してはしても意味ないだろうしな。あとはメロンパンは七影見た瞬間何かあるか？とか言って悪魔付きの一かけらを刺して無意転変してきそう。あれは一度きりのデスゲームを開催に使ってたからもう使えないだろう。まあなくても強いしな。天井がおかしいだけで。実際呪霊を1000体くらい七影に対してばらまいて人海戦術すれば無力化はできるだろうしな。しかもメロンパン仕込みの呪力を込めてたら。さすがに世界が変わったら戦闘やめるでしょ。五条はやめそうだけど宿儺はなんか関係ねえわとか言って襲いかかりそう。五はなんかシャドウや七影も襲いかかってくる。宿儺はそんなバーサーカーではないし、もっと隠した相手ならともかく一応は実力を認める五条との戦いだからこそ余計な横やりというには大きすぎる状況の変化にまず把握を優先すると思う。少なくとも時間の経過とかそんなレベルの変化ではないし、なんなら魔術魔法を知ればそちらに夢中になるかもしれない。無料空所って純粋にクソ技なんよな。 0.数秒でも命中しただけでアウトだし、宿儺があれだから耐えれてるけど廃人なんよ。0.2 秒で半年の情報流れて2ヶ月廃人はきつい。マジで？そんなクソ技なん？渋谷事変で一般人を人質に取られてる時、一般人を廃人にさせないギリギリを噛んで設定したのが 0.2 秒の領域展開なんだけど、これによって脳に半年分の情報が叩き込まれて2ヶ月間に社会復帰した。今回の場合手加減する理由がないから、シャドウが邪魔して三つどもえになる場合、宿儺がマコラで邪魔したり領域で中和しない限りシャドウは無料空所を食うと積むぐらいの強さはあると思うよ。しかも賢者まで参戦してるんだ。呪霊をばらまいて妨害してくるまであるからな。五条と宿儺ならシャドウが呪霊に気を抜いた瞬間確殺してくるから油断したら死ぬ。しかも五条はアトミックしてきた時に青で無理やり遠くに逃げるから当たらないのマジでやってる。まあ宿儺と五条もさすがに領域展開できなくなるまで消耗した後で万全のシャドウ書籍に勝つのは無理そう。五条は術式使えるなら攻撃食らわないし決着がつかないけど、だからめちゃくちゃ膠着しそうだけど。最大1トルトスピード五条、攻撃力宿儺、成長シャドウ宿儺、知能五条宿儺、回復力宿儺全員ほぼ同格、射程距離全員同格、長時間の戦闘シャドウ五条ぐらいか。結局落ち枠にもシャドウガーデンもみんな吹っ飛んで、廃墟となった年にただ立つ重傷を負ったシャドウか。なぜかいなくなった五条と宿儺とメロンパン。元の世界に戻ったんだろう。そして残される賢者が放った呪霊たち。今回の動画いかがでしたでしょうか。久しぶりの呪術関連のクロスオーバー系の動画でした。今回の動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。